歳ですね。よし、じゃあ H 小学校戻りましょうか。腰巻き、じゃあ誰と行きましょうかね。まどかと行ってみますか。調査に行ってないもんね。けど私地下のところも、あ、もう小学校しか選択肢がないね。じゃあ行きます。再び戻ってきた。自分たちが見たあの教室は塚川の仕業ということになる。フェイシュルズの教員塚川ズー先生が生まれた背景に彼女が関係しているのは間違いないだろう。行くわよ。塚川がまだコーナーに潜んでる可能性が高いわ。疲労はどうあっても怪異の存在を認めたくはないようだ。印を解くためには仕方ない。疲労を助けたあの教室はまだ調べることができていない。まずはそこから調べてみるべきか。行こう。どっちから行こうかな。左。あ、蛇のところはバットで死んだけど行ってみる？探る。うん。やけに薄いような気がした。ハンマー。それ以上に大きな穴が広がった。調べる。透明な瓶。何も変化はない。ここは何もないということ。これもできんかったね。もう穴の中に注いである。ピンもつけれんしね。なたも使えれん。このゴムも使えれん。使えるものがない。うん、もういいですか。3階に来ました。ここはここか。動物の頭部はこれほど重いのだ。気持ち悪い。食堂に詰め込まれたクリーム色のプラスチックが見えた。何はそれ。見てみると、あれ、トランジスタメガホン。トランジスタメガホン。メガホンを手に入れた。どういうことだ。メガホンがあるのはいいが、学校の集会などで使う機会もないのだろう。だからそれはなぜ動物の首の中に食道に押し込んで隠す必要があるのか。無数の動物を取り寄せていたという津川の話が脳裏に浮かぶ。明らかに常気を逸した狂った情熱が部屋中に充満しているようだ。庭木さん大丈夫。黄色い体液にまみれたメガホンを両手に抱えて抱きつくんでいた。ああ、すまない。すべてのものには意味があるとすれば、これには重大な意味があるのだろうか。紙くずのもの、シュレッダーダスト、数秒の文字、裁断ペン、が、いがし、石が、3つの裁断ペンの並び順を変え交互に見てみる。すると、特定周波数の音波か。裁断ペンEとガーナ右端の一列が上下につなげて埋めることが分かった。これらの全部を並べてから上下方向に読むと意味が分かるのかもしれない。猫した。もうやめてって。内臓から体液が滴り落ちている。天井近くの動物の首がかず。どうする表情なの？判別はつかないわ。どの首も雲の表情を浮かべているように見える。もう分かった。もう本当に。犬虫色合いしている。他ない。横に無造作に散らばった内臓。もうないね。燃えて。5年教室出た。気持ち悪い。特定周5生物特定周波数の音波による死骸音波による制御制御成功。よくわからん。進んでないよね。テスト勢いごと問題。算数のテストのようだ。テストを始める。ほらテスト開始。怖っ。ほら算数。ダチョウの足でダチョウって4本2本、学校の1階から2階まで3秒で行けます。そんなが早い。もし学校が5階まで3秒で行ける5階までやるとしたら、1階から5階まで何秒で行ける？待ってよ。2回3秒やろ。34ちゃう6 なんでマジでそんな答えある？ないで。12秒。ダチョウの足はとっても速い。時速60キロ。60キロで30メートル先の人間まで何秒かかる？なんで1分60キロって1秒60キロって言った？1時間で時速や時速50キロ。2秒。え、OK？ 多少の蹴りはとても強い。エアバッグがないと餌は死ぬ。よくわからん。2分の1や。半分のやつやから4分の1。怖いな。これ2秒やったね。私、担々麺をいただきたいと思います。いいです。いらん情報ですね。どうやらこのテストにはパスしたようだ。答案用紙の最後には、お前たちは先生の指導に逆らった特別テストを用意した。動物教室へ移動するように。と書いてあった。答案用紙の手には動物教室？もしかしてあの血のまみれの教室のことか。みたいね。特別テストと書いてあったのが気になる。変なテストやなければいいんだけど、そういうわけにもいかないだろう。英語のようだけどどうも違う言語のようだ。何のテストなのかはわからない。フレージ？テストはすべて外国語で書かれている。最初の一言目から何が書いてあるのかそもそも理解できない。すると横で見ていたヒロがつぶやいた。フレージ1。なんだ、ドイツ語じゃない。読めるのか。大学で取ってたからこのぐらいなら。テスト開始。まずい、始まったぞ。久しぶりだけど読んでみる。そっちは答えを書いて。頼む。選抜試験、社会科。これは社会のテストだと書いてある。社会のテスト。問1、以下の問題に答えよ。太平洋戦争で日本本土も空襲を受け、小川一氏にも防空壕が作られました。戦争の発生した時代として正しいものを以下から選択せよね。太平洋戦争。大正じゃない。江戸？昭和か。昭和だね。対アメリカ開戦時、帝国海軍はハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、アメリカ艦隊に大打撃を与えました。その攻撃日時を伝えるための海軍の伝文に使われた言葉が以下のうちどれかね。新高山登れ、日の出は山形。わかんないなぁ。2回ぐらい死んでるけど。社会の問題やもん。全然わからん。太平洋戦争が始まった時、大正って書いてしまった。昭和やった。本当にわかりません。太平洋戦争1938年。よう知ってますね。もう社会全くわからない。1945年に終戦したという。怖いやと怖い。頼まれて。え、ここ広島だが。え、HCって広島だが。え、知らんかったけど今まで。え、広島だが。これわからんけど狩りやろ。海軍はハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、米艦隊に大撃を真珠湾攻撃、その攻撃に気を使うため海軍の全軍に使われた言葉は以下の記述か。これね、知らん。違う、これどっちか下にしてみろか。やばいかん、じゃあ真ん中や。新高山登れ、聞いたことない。新高山登れ。また豚の先生が怒る。怖い。ルワクドワイ、ワクドワイ、どういうこと？もう全然わかりませんね、これ。ドイツ語のテスト。1945年、大日本帝国の同盟国だった国はどれか。ドイツかイギリスだ。でなんとか乗り切ったようだ。答案用紙の最後には残りの空き教室に次のテストがある、すぐに移動するようにと書いてあった。テスト内容としては普通ね、小学校で出る問題とは思えないけど、とにかく助かった。俺一人ではどうにもならなかったよ。別に大したことはしてないわ。まだ他にもテストが。ああ、残りの空き教室、そこに次のテストがあるそうだ。なるほど、行きましょうか。ここじゃない。こセーブしとく。ちょっとテスト前にセーブしておきます。ちょっと横でズズズズっていう音がしてますが、すみません。じゃあテストします。これ多分この部屋五線譜が見える。どうやら音楽のテストのようだ。テストを始める。テスト開始。ふんが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 。選抜試験音楽の題です。以下の問題に修羅様ましょう。動物の周波数で制御する実験は成功です。こっちはヘビです。ヘビはどんな音を怖がりますか。以下から修羅様なさい。どんな音が苦手。怖がらない。豚ふご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 言うてます。最後のセーブデータテスト前やったね。ふんが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 。見えん。いった。いった。痛い。気を恐れてるんですよ、ヘビは。何これ。これドゥルアイって先やせんかった、死ぬたんびに。危ない道具を封印しています。封印されていないのはどれですか？え、メガホン、ピアノ、え、ミューター、キラ出てきたっけ。メガホンは取ったがって、馬の首の文章を読み取って、メガホンは出てきてないの。豚ら出てこないですよね。あ、豚の脳はヘビに音は向こうと書いてる。うん。で、ほんじゃさっき何があった？ハーモニカとメガホンとピアノやったろ、うん、最後何やった？豚じゃなくてヘビちゃうろ。何？封印されたのは何かみたいな。ピアノ、ハーモニカ、メガホン。封印されていないのはメガホンやお金。要はピアノの楽譜ももっちゅうがやき、お星様、大火炎、ヘビは厳重に楽が厳重に封鎖。封鎖しなければならない。メガホンとピアノやろ。だけどあともう一個ハーモニカは出てきてない。ハーモニカが一切出てこん、あの3つの中で。楽譜取ってメガホン取ったろう。わからない。楽譜がないものとして考えたらメガホン楽譜ない。うんうんうん。ハーモニカとか。うん。少し前に戻るかな。だいぶ前に戻るけ。これがテストの直前やけ。今合格と言ったか。そう聞こえたわね。何に合格したのかはわからないけど、全てのテストを終え合格した。とてつもなく嫌な予感がする。調査を急ごう。何かが起こりそうな予感がする。テストに合格。もう急ごう。セーブする、うん、じゃあちょっとセーブ一回しときます。テスト終わった後テスト後